はい、どうも皆さん、こんばんは、N ボーイでございます。本日の話題はですね、まあ、内藤哲也選手と、あとまあ、新日本のね、えー、ベルトに関するお話をちょっとしていきたいと思うんですけど、まあ、まずですね、えー、内藤選手というのが、まあ、1.4の東京ドームで、サ、えー、田選手に勝利したことによって、えー、見事、IWGP の世界ヘビー級チャンピオンに、 まあ、君臨されたのはね、今も記憶が新しいと思うんですけど、まあ、その内藤選手というのが、まあ、そのね、取、えー、った後の記者会見で、まあ、本当にこう、いろんなことを話していて、まあ、全然コメントしない澤田選手に対する、まあ、批判とかね、あと、まあ、 まあ批判とかも話していたんですけど、その内藤選手っていうのが最後に、この IWGP の世界ヘビー級ベルトに関しては、なんかどう思いますかみたいなことを控えたときに、まあ内藤選手というのが、こんなことをまあ答えていたんですよ。これがですね、えー、腰には巻いてはないんですけど、まあ保持はしたと。 このベルトがね、えー、誕生するときに、えー、最後の最後まで反対したのが、えー、俺ですからと。だから、やはりこのベルトの存在っていうのは、まあ、俺にとってあまりいいものではなかったし、まあ、実際こうやって撮ってみても、やはり複雑な心境ですよと。だから、今現在のね、えー、このベルトい、ベルトこのベルトへの思い入れっていうのは、まあ、東京ドーム前よりかはほんのちょっと上がったかもしれないけど、え、それでほんの少しなわけで、えーこれから してててていくくこここととととによよよっっの、えー、のベルトへの愛着が湧くことをまますす、まあ、そうじゃなければりやだって壊せばまた新しいベルトできるんでしょうとしかも名前変わるんでしょうとそんな前例があったような、えー、なかったようなみたいな、まあ、非常にこうあの不気味な発言を、えー、内藤哲也選手が、えー、残されているんですよはいまあこの中言う,言うなればね、えー、ベルト破壊を示唆させてるような、えー、発言にも聞こえるんですけど、まあ、この内藤選手の言う、えー、壊せばまた新しい いいベトができるっていうのはこれ間違いなくあのデビッド、ね・フィンデー選手というのが IWGPUS のベルトを破壊ハンマーで破壊したことによって、まあ、その IWGP の、えー、グローバルベルトができたわけなんで、まあ、壊せば新しいベルトができるっていうのは確かにあながち、えー、間違ってはないというのが、まあ、今回内藤選手の発言かなっていうふうに思うんですよ。はい でまあ実際に本当にじゃあ内藤選手がこのね IWGP 世界ヘビー級のベルトを破壊するのかって言われたらさすがに僕はそんなことはまあしないと思うんですよねこれもし本当にやったらさすがに内藤選手でもちょっとまあもちろん批判は出るでしょうしちょっとな今のい下カリスマとはいえいや内藤それは違うんじゃないかとさすがに内藤選手それは違うわよとかねまあそういう批判的な意見絶対出てくるまあそもそもやっぱ IWGP 世界ヘビーっていうのはまあ新日本ペースにとっては今 一番トップのベルトなんで、まだ歴史も浅いんで、これからどんどんやっぱりこの IWGP の世界ヘビー級のベルトっていうのを、えー、価値を高めていきたいところに、そんな内藤選手は壊してしまったら、まあ会社からしてもやっぱ溜まったもんじゃないんで、まあこの内藤選手の発言はあくまで、まあちょっとなんですかね、このリップサービス的な、まあこういうこともあるかもしれないよみたいな、まあそういうリップサービスの込みで、えー、言ってるかと思うんですよ。 はい。で、あと、内藤選手が、これ、ま、IWGP のヘビー級と、ま、IWGP インターコンチェンタルが、ま、統一されて、IWGP 世界ヘビー級ベートができますよって、こう、新日本プロですから、ま、アナウンスされた時、ま、もちろん、非常に賛否読んで、大体、ま、ピだったんですけど、ま、めちゃめちゃやめてくれよとか、伝統どうなってんだよっていう風な、ま、ファンの声が多くて、で、やっぱ内藤選手というのも、それは違うんじゃないですかって感じで、本当に、ま、内藤選手が言うように、ま、最後まで反対されてはいたんですけど、 けど、ただ内藤選手もその試合に敗れてしまったことによって、まあ二冠統一がね。えー、まあなってしまったって言い方しますけど、なってしまったと。で、よくあの、これ言われるのが、その I. W. G. P. ヘビーとインターコンチを統一したのは。まあ、井伏康太選手であると、井伏康太選手が言い出して。まあ井伏康太選手は勝ったから、まあ初代 I. W. G. P. の世界ヘビー級チャンピオン井伏康太。だから、井伏康太選手が、まあこのベルトを統一した悪いんだっていう意見を。まあ、たまにはまちょこちょこ見るんですけど。まあ、これはさすがにね、僕はあの。 次というかあのもうあの一応まあ確かに井渕選手があの言い出した定義にはなってるんですけど、まあ、これはどっちかっていうとその会社の方針だと思うんでそれでちょっと井渕選手のことを責めるのはあ,のあまりにもかわいそうというかあのナンセンスだとは思うんですけど。 ただやっぱり内藤選手というのは、まあそういう話があっても最後までこう反対をされていた方なんで、やっぱりこう自分がその反対していたベルトを取って、まあその何ですかね、団体トップのベルトだったとしても、内藤選手的にはかなり、まああの複雑な心境であると。うん、なんか本当にこのままね、えー、愛情が湧いてくれたらいいんですけどね、持って、持って防衛していくに、していくうちに、愛着がね、湧いてくれたらいいんですけど、まあ、もし本当に愛着が湧かなかった場合ね、えー、内藤選手の宣言通り、まあこのベルトがね、 破壊されてしまう未来なんてこともね、まああるかもしれませんので、いや、これは一体どうなのかと。まあ、でも、そうは言っても、実際、内藤選手って、あのロスインゴーの時代ですよね。ロスインゴーが一番こう、快適なこと。 あの結構、まあ、レフリーのこと蹴ったりとか、まあ、その乱入とかしていた時期があったんですけど、まあ、その時内藤選手って普通にベルト蹴ったりとかああ、投げ飛ばしたりしていたんですよね。で、その時も、あの、お客さんっていうのが、その内藤選手のベルト破壊行為に対して、まあ、歓声を上げてるお客さんも結構いらっしゃったんですよ。で、それは僕、あの、正直ね、結構カルチャーショックというかすごいなっていうあの印象があって、普通ベルトを破壊してる人って、もうどう見てもブーイング対象 じゃないですかでも、内藤選手がやった時に、そのベルトを投げたりとか、えー、蹴り飛ばしたりとか、鉄柱に思いっきりぶつけたりとかしてたんですけど、それに対してこう歓声が湧くっていうのは、まあ、もちろんそれぐらい内藤選手の支持率が、えー、高いっていう証拠でもあるんですけど、あれは本当にちょっとね、新日本プロレスの、まあ、あの、磁場が狂ってた瞬間かなと思いますね。で、もし本当に、今の内藤選手にもそれぐらいの磁場の狂わすような、まあ、力とかがあるんであれば、まあ、こう内藤選手が言うように、 仮にじゃベルト破壊した場合も、まあそのブーイングとか起きずに、えー、完成が起きるのかって話になってくるんですけど、まあ、ほんとにそこまで行ってしまうとちょっと何ですかね。もう洗脳的な。もう教祖様的な。 ええものも感じて、ちょっと僕は個人的にその恐怖心を感じて、感じるところまで来てるとは思うんですけど、まあでもどうなんですかね今のお客さんはさすがに内藤選手がベルトを破壊し始めたら、うん、完成というかブルーリングもあるんじゃないかなとふうに思ってるんですけど、まあ何がともあれね、これ内藤選手が IWGP 世界ヘビー級チャンピオンになったことによって、まあ今後ね、えー、内藤選手がどんな景色を見せ,、えー、見せてくれるのかと。まあ、なかなか真田選手の防衛ロードというかね、えー、チャンピオン街道は、そんなにやっぱり評判が良くなかった印象があるんですけど、 内藤選手は一体ね。どんな形でえのー、？iwgp 世界ヘビー級ベルトをね輝かしてくれるのかと。まあ、内藤選手自身は今はあんまり会いたくないとおっしゃってるんですけど、まお、あ、そらくね。あの強敵と戦って防衛していくうちにまあ、愛着もね湧いてくると思うんで、ままあ、内藤選手のね。この防衛回道を見つつ、今後ともね新日本プレスから目が離せないかなっていう風には思います。というわけでね、えー、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上